日本の栗の良さを伝えたいんで渋皮は残してます。作っているのは栗の砂糖漬けです。ここは京都でおよそ100年続く甘納豆の店、4代目の近藤武さんが2年ほど前に始めたのは、豆や木の実などの種を砂糖に漬け込んだ朱夏というお菓子の販売です。中学生ぐらいの時ですかね、こう甘い納豆なんてキモいみたいな言われたのがすごい恥ずかしくて、すごく恥ずかしい仕事だなと思ってたんですよ。京都大学で微生物の研究をしていた近藤さん、学生時代に家業の手伝いをしたことがきっかけで、毎年おいしい甘納豆ありがとうってすごいな感謝をされて、単純にいい仕事だなと見直した。実際に家業を継いでみると甘納豆作りは簡単ではありませんでした。そこで思いついたのが、お菓子作りを覚えようとなった時にデータを取ってみようと思ったんですよ。自分の強みを活かせたらなと思って、で案外データ化できるやんと思って、それはラッキーでしたね。さらに去年から新たなスイーツにも挑戦しています。それは素材のエキスというか、そういうものがこうシロップに移っていって栗のシロップができるわけです。ジェラートに活用してやっぱ厚みが出ますね、味に。なんとジェラート作りです。種の砂糖菓子を作る工程でできるシロップを使って、素材の風味がしっかり出る味に仕上げています。ジェラートってお菓子もうすごい科学的なお菓子で、実はだからこう数字で計算したりとか、そういうのはすごく好きなんで、なんかすごく性に合ってるなって思います。牛乳の代わりに種を使った独自の配合、植物性の素材のみで仕上げるのが近藤さん流です。ジェラートを手掛けたもう一つの理由、それはイタリアの展示会に甘納豆を出品したことでした。イタリア以外の国の方もたくさん来られてて、皆さん食べてるお菓子の一つはジェラートだったんですね。このジェラートと甘納豆というものを組み合わせができれば、世界中の人にも食べてもらえるし、日本の若い人にも知ってもらえるんじゃないかと思ったのが、ジェラートやろうとなったきっかけです。出来たての栗のジェラートをいただきました。甘すぎずとっても美味しいです。栗の渋皮の風味を後からほんのり感じて、和のジェラートって感じですね。近藤さんの今後の目標は、イタリアに店を構えたいというのが一つあって、ジェラートを通して、この甘納豆だったりとか日本の食文化っていうのを伝えていけたら素晴らしいなと思ってて、そこにチャレンジしたいなと思ってます。